ねえ、ケンさん亡くなっちゃってね、こんな笑った後なんだけどさ、まあねえ、すごいびっくりですね。ねびっくりしたね。昨日ね、僕はちょうどその東方の人とお話して、ケンさんのお話をずーっとしてたの。そうなの？おそらく東方の方も、昨日の時点では、知らなかったと思う。知らないでしょ。うん。もう全然知らない、ね。あなたへのね、話とかね、知ってたの。そうなの？ちょうど。そうなんだ。びっくりしましたね。ねえ。いや、もう本当に、あれだよね。スターというかね、そういう人が。いや、もうだからもう日本一のスターですよ、言ってもね。映画スターで誰って言ったらもう、それは高倉健だもんね。ねだからやっぱ、我々、ねそういうもう、自分自身も思いますよね。あ、そういう年齢にな、要するに、そういう人が、言ってみればもう、代名詞のような人が。そう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 。ね、本当に。だから。亡くなっちゃうんだね。だから、健さんなんか、本当に架空の人のようで、架空ぐらいでしたし。特にあの人はほら、映画しか出ない人だから。ね、架空ですよね。もうほぼ。一回だけに日本アカデミー賞でね、遠くで。遠くでね。見させていただいたことあったけど。でも、会って話したこともないしね。田中君はね、牧野会で。うん、だけど、だから、健さんだけは絶対来なかった。だから、牧野和弘、そう、会ってないんですよ。牧野監督ってね、ケンさんがずっとヤクザもの残響伝シリーズっては昭和残響伝だって、ね、それとか、まあ、とにかくもう、何十本って、監督をやってたから、高倉健富士巡行のね。なんか高倉健にとってみたらもう師匠みたいな人が牧野正弘監督っているわけですよ。もうとっくに亡くなっちゃいましたけど、日本映画界の父ね。そう。で、その牧野さんの塾に俺は通ってたから、その、健さんとかのその映画を題材として、そこの、まあシーンを抜粋して、まあお芝居の稽古をするみたいなでやってるのその頃だからよく見てたわけですよ。昭和残響伝とかそういうのをね。で、まあ、俺は役としては、健さん役はま、やんないんだけど、ほぼ。俺は、長戸博之さんのひょっとこの松って役のが多くてさ、そうやってたんだけどさ。まあ、その時にその牧野さんがずっと健さんの話をやっぱなるわけ、途中から。そっとね、やっぱり惚れ込んでんだよね、牧野正弘が。なんかそういう魅力あるんでしょうね。うん。でね、正直、牧野正弘ってものすごい、その、目が超えちゃってるから。厳しい。厳しい。大体批判的なんですよ。うん、その大スター。映画スターで、他の大スターももう言ってみれば自分の弟子みたいな人ばっかりだから、大体ケチョンケチョニンの、この芝居見てみろや、こんな芝居、もう大根や、みたいなことを言う。まあ、そんぐらい偉い人だから。ぐらいの人だけど、あのね、高倉健と森重久彌。あとまあ、女優で言った藤純子。この三人はもうベタ褒め。別格だ。別格、もう本当にもうベタ褒め。あと、まあ、チャップリンなんだけど、もう、その、牧野さんがとにかく、もう、もう、すごい尊敬したチャップリンだけど、もうこの人たちだけはもう、ベタ褒めだね。惚れ込んでるのがわかるのよ。で、その、牧野さんが森重さんはわかるけど、ケンさんっていうのは、それこそね、ね、そんなに器用なタイプの俳優さんじゃないですよね。そうなんだよね。だから、その、いわゆる演技派みたいな、その、すごい芝居、をするっていうよりも存在感とか、ね、主役じゃなきゃやっぱ成り立たない、ね、そうそうなんですよね。だからもうその、だから牧野さん言ってそのもうやっぱ映画監督だから、映画のそのスクリーンにどんだけ映えるかっていうことなわけじゃない。確かにそう。そう。でもそれは圧倒的なんですよね、もうケンさんが。でもその、とにかくケンさんの顔をどんだけ残したいかみたいな。なるほど、なるほど。こう、画面からこう去っていく時の。うん、残れ、顔を残して去れみたいな、ね。残して去るっていう、うん、体から行って顔だけ最後まで残れみたいな。うん、顔からパッて行っちゃいなくなっちゃったらダメだと。ね、そう。で、そういう時にやっぱこの剣、ね、この剣のこれ見てみろ、つって。ぞと。そう。で、そのこう去る時に体からこうグッとこう肩が入って、で、顔が少し残りつつ、フレームアウトするみたいな。もうそう、そういうのがすごいいいっていうのを散々言っててさ。そう。で、だから、牧野先生が80歳の誕生日会っていうのをね、昔吉原の遊郭を借り切ってやったことがあるんですよ。すごいですね。すごい。その時、三船敏郎まで来ましたよ。ああ。まあ、もう、大スターだらけ。うん、もう本当に、うん。そんな中でも、ケンさんだけやっぱそういう時には来ない。来ない。来ない。で、牧野先生のお葬式がありました。で、その時も、森重久彌さんですよ、弔辞は。それはそうです。ね、うん、それでもケンさん来ない、うん。みんな来ててもやっぱケンさんだけ来なくて。うん、で、後日、
その、牧野先生の奥さんとか、うん、まあ、僕ら会うわけですよ、その塾では、いて。で、会いに行った時に、写真を見せてくれた。それが一週間後にお墓の方に、一人で来た。その時のケンさんの写真もこれ、ケンさん来てくれたのよ、つって、一人でやっぱ、だからそういうこう、観光総裁の、まあ人が集まるよね。人が集まるところは避けるんですよ。いや、だから本当俺にとってはもう、あ、もう亡くなったっていう知らせもそうだけど、あ、実在したってことが、まあ、確認できてない。ね、まあ、本当スクリーン上での、うん。そうなんだよね。人だからね。ね、うん、だから、たけしさんとかね、志村さんとか共演 ね。してて、まあ、ああいう、まあ、我々の、いわゆるもう憧れのコメディアンの人たちも、みんな、ケンさんじゃないですか。うんうん、よっぽど魅力あったんだね、それ。そうね。あったら、もっと好きになるんだろうね。うん。うん、俺、だから一回ね、これ、去年かなんか実は、病院ですれ違ってたらしいんだよ、ケンさんと。え？俺は。で、それは、当時、たまたま俺の知り合いの先生が、俺を見かけて病院ですれ違ったんだけど、声かけなかったと。で、実は、ケンさんと一緒にいたので、まあ、それちょっとまずいからっていうんで、そう、声はかけなかったんですけど、っていうことを言われてね。だからやっぱり、まあ病院、まああの年ですからね、まあ今回のその、まあ、ね、お亡くなりになったその病気の時かどうか僕は知らないですよ。その、なんで来てたのか全然知らないですけれども、なんか、去年すれ違ったらしいんですよね。でも俺は全く気づかないですよ。僕ももう全然ね、こう、下向いてこうやって歩いて。ねえ、な、本当に、残念ですよね、ああいう、もう看板みたいな。そうだもん、83歳うん。だ山田洋次監督同い年だったんだね。ですね。俺知らん、ね、うん。うん。まあそういう、だね。ね。年齢じゃ年齢なんでしょう、ね。そうだよ。だけどさ、その時、あの、ね、幸せの黄色いハンカチとかさ、今の俺らより年下なんだよ。いやー、信じられないですね。それがすごいショック。あの、貫禄というか、やっぱ芯を張ってる人の、凄さね。なあ。まあ、絵が持つというかね、なんというか。ああ。何にも言わずに。何にも黙ってこうじーって。映ってるだけで。そう。やっぱりね、持つってな。うん。あ、もう、スターの条件でしょうね。スターだよね、ほんとね。ねえ。梅宮達夫さんもね、インタビュー受けつってさっき見たけど、うん、泣いてらしたけど。うん、ねえ、もうああいう、ねえ、千葉真一さんとね、梅宮さん。そうそうそう、ケンさんの野郎会っていうのね、そうそうそう梅宮さん。うん。もう嫌だったって言ってたけどね。言ってたけどね。でもやっぱりそれ憧れてるからこその。そう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 。あのね、ケンさんに、とくとくと。ちょっと食ってかかったっていうね、若い頃。男と女っていうものが、っていう、女性の性器はなぜあんなにグロテスクなのかを、1時間かけて説明したときに、ケンさんが、お前が正しかったっつった時に、バンザーって、梅宮さんが言ったっていうのは、どんだけケンさんを尊敬していたかの裏返しですからね、言ってみれば。そうそうね。本当に。あんなに嬉しかったことはなかったってね。ね。梅宮さん、無邪気に、子供のように喜んだというね。ね。だから本当ね、ね、ちょうど、その時の話で長島さんとケンさんがね。そうそう、一緒にいたってね。当時一緒に、あの、よくね、つるんでたって話とかも聞いてて、うん、今日も長島さんのコメントでもね、よく試合前に一緒にお茶飲んでって言えば、そう言ってましたけど。すごい期待ですよね。まあ、だから長島さん、まあ、王さんもそうだけどね、ON と高倉健って、本当にね、もうあの、時代のね、戦後の、本当に、日本が高度経済成長で一番盛り上がった時に一番盛り上げた ね、人たちだもん。まだ今の若い人たちはもうわけわかんないだろうけどね。まあ ね。ちょっともう偉大すぎちゃって、ね。どうなんだろうね。だって、やっぱさ、今日もさ、別に、そう、しょうがないんだけど、高倉健さんの、まあ、亡くなったっていうニュースに付随して、当然、その、今までの健さんのってまとめたやつ、ね、どういう、ってなると、ポッポ屋なんですよ。もちろんいいよ。ちょっと、もちろんあるけどね。そうだ、だから、ポッポ屋だったら、まあ、黄色いハンカチとか、だからその辺なんだけど、でも、健さんっても圧倒的に多いのはヤクザモンのさ、人気者だったりするわけじゃん。そこがもう、健さんのおそらく、アバシリ番外史とか、残響伝とかのやつがさ、もう、黄金期おそらく7割ぐらいはもう、ああいう映画で締めてたわけじゃないですか、きっと。
そこがあんまりこうね、うん、言われないところね。まあ、こうハートウォーミングな、あの、映画のケンさんの、まあ、あが多いからさ、なんかちょっとね、こう、もちろんいいんですよ。まあ、黄色いハンカチもポップ屋もいい映画だけどさ、なんかね、ちょっとこう引っかかっちゃうんだよね。パンのさ、こう、さらし巻いてドスの、あれの、なんかね、似合い方、つうかさ、ね、あの、この桜吹雪の、桜吹雪じゃねえ。桜吹雪が、もう、金さんだよ、ね。悲しし坊金さん、すいません。悲しし坊ね。悲しし坊たんね。背なで泣いてる。ね、背なで泣いてる悲しし坊。この、あの感じっていうのはさ、まあ、俺らぐらいの世代が最後でしょうか、ね。までしか知らないじゃん。うん、多分今も30代。片や仁義なき戦いがあって、こっちは義理と人情のね、世界と、ね、こっちはそれに対抗する仁義も何もないというね、実力者の深作金次の世界と、あれは両方あったわけですからね。でね、で両方人気だからね、両方大人気ですからね。はい、ということで、それではそろそろ参りましょう。火曜